イメージスキャナ、イメージスキャナ、イメージスキャナーとは、通信や記録のために、画像や文書などをデジタル静止画像情報化するための機器である。OCR ソフトウェアを利用して、画像情報を文字コード化するためにも使用される。原稿を原稿台に固定しておき、撮像素子を移動させる。外交を遮断するための原稿台カバーの下に、 透明なプラスチック製もしくはガラス製の原光台がある。反射型の場合、原光台側から光を当てその反射光を撮像素子で電気信号に変換する。透過型の場合、原光台カバーから光を当てその透過光を撮像素子で電気信号に変換する。その電気信号をアナログデジタル変換回路でデジタルデータ化し、さらに論理回路で 外部インターフェース信号に変換し外部に送信する。外部インターフェースは、かつてはスカジー、またはパラレル接続が多かったが、現在は USB 接続がほとんどで、バスパワー電源のみで稼働する機種も多い。かつて2000年代中盤までは、個体撮像素子、CCD タイプが主流であったが、現在は一部高級機を除き密着イメージセンサ。ー。 CIS タイプになっている。また家庭用は小型化、低価格化とともにプリンターと一体化してスキャンやコピーファックスが単体で行える複合機が主流となっている。チャージカプルドディバイセス光学縮小方式。光源を白色蛍光ランプとし複数のミラーとレンズを用い、高速の反射、集約を繰り返した後に原稿からの光を光学系で 撮像素子である CCD イメージセンサーに導くもの。気候が複雑になり、装置の大きさも必然的に増すことになるが、光路長が長く取れるために、焦点深度が深く、原稿が原稿台に密着していなくてもピントが合いやすい。また、CIS と異なり白色光源を用いているため、RGB を同時に読み取ることができることから、 CIS よりも高速な読み取りが可能になる。白色光源を用いているということは、カラー原稿をモノクロで読み取る際にも読み取れない色がなくなるということを意味し、特に複合機でモノクロ原稿をファックス送信するときなどに特定色の欠落を起こさないという長所がある。さらに工学的に高解像度を得やすいことや焦点深度の深さなどから、 ネガフィルムの読み取りも可能とする機種が多い。色選別、分光にカラーフィルターを用いているために三色 LED を用いている CIS タイプよりも色再現性は高い。ただし、光源に蛍光ランプを用いているためにウォームアップ時間がかかり、立ち上がり時間が遅い上に消費電力もやや大きくなる。この欠点についても、ウォームアップ不要による待機時間の短縮。 省電力化を目的として、白色発光ダイオードを光源として用いる機種もある。コンタクトイメージセンサー密着センサー方式。光源に RGB3 色の発光ダイオードを用いたもので、RGB をそれぞれ高速に切り替えて、ロッドレンズアレイを通して、撮像素子である CMOS イメージセンサーに、原行からの光を直接的に導くようなシミのもの。 光源を切り替えるのに時間がかかるため CCD タイプのものよりも読み取り速度は遅くまたコントラストの高い部分では色の滲みが生じやすいといった欠点もある特に高速でスキャンすると色ずれが生じやすいまた焦点深度が浅く原稿が原稿台に密着していないとピントが合いにくいカラー原稿をモノクロで読み取る際には RGB のうちのいずれか 一つの実を点灯させて読み取るため、読み取れない色がある点に注意が必要である。CCD タイプと異なり LED の光源特性で、色選別、分光を行っているために色再現性は劣るため、縮小光学系タイプに比べ、フィルムスキャンには不向きであったが、最近では光源を工夫して、フィルムスキャンができる機種も出てきている。光学系が単純で、 装置のサイズをコンパクトにできる。ウォームアップ時間を必要としないため立ち上がり時間は短く、また消費電力も少ない。最近の機種は USB ケーブル1本のみで利用できる手軽さがある。蒸気の ADF タイプのスキャナがこのように呼ばれることがある。製本化されていない複数枚の文章をまとめて取り込むために使われる。撮像素子を固定しておき、自動原稿送り装置。 オートドキュメントフィダー ADF で原稿を移動させる。複数の原稿の読み取り時に自動的に原稿を入れ替えることができる。またフラットベッドタイプで自動原稿送り装置を装備したものもある。最大原稿サイズは A4 パンが多いが一部の製品では A3 パンまで対応可能なものもある。光源と撮像素子を一体化させて小型のボディに組み込んだもので。 片手で持つことができ、なおかつ携帯しやすい。名刺や雑誌、新聞の記事など、狭い範囲の原稿を読み取るのに適している。基本的には、一定方向に、まっすぐ原稿をなぞってスキャンするが、最近の機種ではジグザグに原稿をなぞることで、広い範囲を読み取ることを可能にしたタイプも出てきている。バーコードの読み取りに特化したスキャナ。外形は、ハンディスキャナに似ているが、 読み取った画像を解析して、バーコードのコードをデータとして渡す機能を備えている。ある程度の太さを持つつ,つ、ドラムに読み取りたい原稿を巻き付け、スキャンを行う。原稿は回転方向に、撮像素子は軸方向に移動させる。このためら線状に操作が行われることになる。一度に一がその身を読み取る構造であり、速度は遅いが撮像素子の解像度による制約がない。 ため一般に数千1万 dpi の高解像度を得ることが出る価格は100万円単位以上と高価で大型な装置であり業務用としてイメージセッタで印刷物の製版用データ最大で a 0版までを得るために使用される書籍取り込み用スキャナ書籍の取り込みにはフラットベッドタイプであれば1ページずつ手でめくって セットすることを数百回繰り返す必要があるため、手間がかかり、ADF タイプであれば書籍自体を分解する必要があり、心理的抵抗があったり、価値の高い本は分解するわけにいかないという問題がある。ページめくりを自動化することで本にダメージを与えず、かつ高速に取り込むことができるのが、ブックスキャナである。ページめくりの機構が大掛かりにならざるを得ないこともあり、 製品として販売されているのは、図書館や学術機関など業務用途の高額なものしかないが、電子書籍の普及に伴い、手持ちの本を電子化する必要から個人で、ブックスキャナを安価に自作しインターネット上で発表している例もある。写真用フィルムの読み取りに特化したスキャナ。フィルムを通った透過光を読み取って、画像として処理する。 専用モデルの場合は 2400dpi 以上の高解像度の機種がほとんどで、基本的に135フィルムや APS フィルムが上位機種では120フィルム、220フィルムや特殊なフィルム、機種によっては45インバンのようなオーバンシートフィルムに対応したものも存在する。性能は劣るものの、経済的な面からフラットベッドタイプでも現行ユニットが 装備済み、もしくは、オプションとして用意されている機種があり、専用モデルに比べフラットベッドスキャナーは、変安価だが、特に120フィルムやオーバンの場合、フィルムを数ミリメートル浮かせてスキャンしなければならないため、ややピントが甘くなるという弱点もある。これを解決するために、フィルム用に焦点を変えられるモデルも一部に存在する。 2017年9月に発売されたニコンのデジタル一眼レフカメラ d 8 5にはオプションとして135ネガフィルムを撮影してデジタル肖像にするためのキットが用意されている映画用フィルムを連続してスキャンし画像ファイルに出力するスキャナーアーノルドリヒター製アリスキャン DFT シャスピリット 4K イ、パフォーマンスフィルムスキャナーダタサイン スキャナティトがある。高速読み取り。モデルには主に CCD ラインセンサが用いられる。アリスキャンは像の安定性を優先し、CMOS イメージセンサを採用しているため読み取り速度は劣る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。